何どうした？茶色の様子がおかしいわ人間。どうした茶色？もう見られんようにずっとしてたのに。何したの？わかんない。なんか回したら変な感じだった。ゆうべが見たの？何を？何を？何を見たの？見たの？何を？え？マジで？何見たのチャイム？え？え言ってよ。わかんない変な状態。もうやめて。どういうこと？わかんない。マスターって聞いてよ。ちょっと止めてガチでうざいもん。今純平が一緒にお風呂に入ろうって。おかしくなる。今サブちゃん練習中サブちゃんまた。サブちゃん一緒して。でもなんか普通に違うおまだお風呂入ってないって言ったら入るって一瞬入るみたいな言ってきた。言ってないし本当にちょっとでも怖い。何がサブちゃん編集中サブちゃんはなんかやばいことになりそう本当に。ジュンペサブちゃんだよ。やばい怖い。ジュンペサブちゃんです。えお風呂に入るんですか？一緒に入るんですか？もうやだ。ジュンペ君ああ壊れちゃった。危ねえよし逃げ撤収だ撤収だ近くの女あっち行け撤収水も滴るいい男石川です。いい乗らなくて。いや雪がさ、もう今ちょっとまあこのね外でさっきそこで撮影してたんですけど、まあ一旦ちょっと寒すぎるということで、もう休憩も兼ねてちょっと一回中に入ってきました。なんかでもちょっといい感じ、なんかそうウエット、そうなんかそういう髪みたいになってるよ。そういうなんかおしゃれな部屋みたいになってますよ。あれこっちの方がいいんじゃない？はい、てんてんということで、はい、明けましておめでとうございます。まあもう6日なんですけどね、はい、人間さんなんと初詣をされるということで、でもこの初詣してる瞬間で撮っていいんかな、なんかバッチ当たったりしないのかな、ね、2021、まあ大丈夫か、大丈夫か。神様に言います。ちょっと私たち YouTube というものをやっておりまして、はい、彼がお参りする姿を撮影させていただきます、はい、お願いします。え？これもうどんな服？わかんない。見て。いいな、羨ましい。え、ちょっと待って。ちょっとこっち向いて。冬よしかも。見えません。見えないよ。おい、お参りなんかせんでいい。こっちの。こっちでお参りしよう。こっちよ。せーの。来るよ。うわー！何この服？やば。この絶妙に可愛くないのがいいんですよ ね。あんた使えないよそんなこと。父が良すぎるねこれは。でも父もで売ってるんでしょ。いや話そらさなくて、とりあえず分かった、もうとりあえずもう順平分かった、うちはもうさ、俺シモフとかでシコって思われたくない。いい順平、ほらいいほらよ、じゃあなあ、閉まらなかった、やばいごめん、早く、大丈夫、よし、じゃあ頑張ってね。これは脱毛から帰ってきたちゃんゆうです。いや今日初めての人だったよ、一ノ瀬さん。あー聞いたことある。一ノ瀬さんめっちゃうまかった。なんかあれじゃなかった、あれね、前一回動画でも出たネイキッドベージュにまだ行かせてもらってるちゃんゆうさんなんですが、はい、梅田さんではなかったよね今日は。うち梅田さんに当たったことないんだよ。梅田さんがちゃんゆうのこと避けてるから、悲しいね。あり得る。いやでも逆もしかり、順平のことを避けるの逆って何、求めてる、押してる、押してる、マジで。これ勝ちないんでしょ。梅田さんは、うん、どうなんですか。なんでどうなんですか。順平は梅田さんを押しているらしいんです。ゲロ押しです。だからそのラブコールに対してちょっと梅田さんの反応を知りたいな。別にこ
これがキモいならキモいでもいいし、別にただのお客様ですでもいいし、何でもいいんですよ。見てないだろ。見てるかも。でも一ノ瀬さんめっちゃ見てます。だからなんか動画初チャンユさんだって言って。そうなんや。なんだよ。何塗ってるの？マキ。これは、匂いのケアをする人間さんです。これは私たちが散々言ったからな。お前口が臭いの、体が臭いの、それはしてもらわないと困る。それは何ですか？それは何ですか？それはブレスケアですか？しかも、うん、これあれで匂いを中和する特許成分が入る。もう特許取ってんだ。特にすごい口臭ケア。だから今全部の匂いのケアをしてるってことですね。うん、他は？あと他に今からやることないの？あとそれはでも乾燥でしょ？リベアでしょ？だそんなケアしてどこ行くの？ああもしかして、ああ人間ちゃん。デートじゃん絶対。だって。デート明日。おい。ちょっと待って。視聴者の人が、うん、俺の Tinder のやつ見てくれて、うん、私だったら受け入れますよって言ってくれたんです、うん、なんか声かけてくれて、うん、そしたらじゃあデートしましょうって言ったら、明日昼のデートするって言って。そう、はい、とりあえず着替えて、このまま行ってみようと思うんだけど、これは多分あっちすぐ気づくだろうな。それで一旦ちょっと行って、ちょっと俺遅刻して待たせてよ。こんにちは。すごいやばい格好。これカメラどうですか？これいいですよ。あ、まあ、とりあえずいいですけど。でも動じてないな。動じてないな。いや、なんか受け入れてくれるって言ったんで、その格好で来るかなって、私はどっちかなって思ってたんですなんか帰るかなとも思ったんですけど。いや大丈夫です大丈夫なんだ。あとブリーチってとかカラー替えと冷たくないですか？これはなんか今日特別冷たって感じで、まあまあサブちゃんということでね今日月曜日じゃないですか？月曜日ですね。本当は休みの日、はい、なのに今日俺だけのあれのために来てくれたんですよね。そうですね、ありがとうございます。本当に朝、ありがとうございます。しかも朝8時から健康ですね。いやすごいよ、見てください。見てください。この長谷間も俺来た時びっくりしたんだよ。朝8時から完璧に決まってるなと思ってマジで。ありがとうございます。しかもなんだ、今までで一番じゃないっていうぐらい。そんなですか？分からん、今まで黒のイメージがありすぎて。服の問題ですか？ってのもあるかもしれない。ちょっとなんか明るく見えるという。え、今日なんかデート前かなみたいな。そうです、はい、そうなんですよ。はい、ということでまたハッシーハッピーコンピュータ宇宙のハッシーハッピーハッピーです。元三時間論ですね。はい、現コンピュータ宇宙の来ていただいたんですが、今日はですね、はい、僕たち御用達の、うん、何でしたっけ、武蔵屋ね、はい、武蔵白山店の、うん、最強、はい、マジ宇宙最強のラーメン屋があって、マジで一番美味しい。しょうもなすぎ。食ったことある人は分かると思うけど、マジでうまいんやけど、そこよりうまいって言い張るんですよ、ハッシー。マジで、ほんとマジで食ったやつ、こざいてるわ、ね。バカうまだから。そう、中野にある武闘家っていうラーメン屋さん、家系ラーメンね、あって、どっちがうまいのかを決めるっていう回ですね。もうね、ごちゃごちゃ言ってねえで食えた。うわ、マジさっきからね、それにしか食えない。いや、ちょっと。マジで、ほんと食べて。ここね。ライス食べ放題。さあこれ、この勝負一口でもう決まります。純平さん、もう武闘家対天心対タケル。さあスープどうだ、スープどうだ。ちょっとこれ一口では決めないな、これ。え、マジで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 。どうすか？ちょっとこれは、うん、トータルで見ましょう。これちょっと、え、こんなものそんなうまいの？これ一口全部食ってみたいな。ちょっとね、これ最後に決めます。ちょっと待って、予想外、予想外。あ、待って、ね、あ、やば、これ言えないでしょ、これ。さて、食べ終わりまして、勝ちました。俺はじゃあ発表させていただきますと、味、リッチ、まあ、スープ、まあ、雰囲気、あと店の選曲、全部を
加味しまして、はい、優勝は。おう、同率1位です。これね、引き分け？ちょっとね、マジで。俺の中では決めれんかった正直。え、本当に。選曲も？選曲も。あとね、前言い忘れたけど、ハッシー一応 YouTube チャンネルがね ありますので、ね。すいません、ありがとうございます。気になった方は、はい、ハッシーのハッピーライフでやってる。俺も早く準備せ、準備っていうか、あれですね、決戦当日っていうことですか？はい。気合入ってますか？今日はあの町山と。今日だからとかじゃないです。もう日々が気合、女性としての日々、毎日の戦いです。毎日戦ってんの？毎日。この爪について話したいんでしょ？いやいや、爪は一つよ。だから爪とかも見て、まあ爪も見せ見て。爪が可愛いねって言われたあの元気さんだから、この日は持ってますって言って、それを取りたかったんでしょ？いやなんだよ、違うんですか？なんだよ、それもあるけど、全体的に、まあそうだよ、なんかモテに行ってるって断言するの初めて聞いたからさ、チャンユーが。俺も映ってるんだよ。ちょっとノリハンでいいって、俺のかっこいいかなっていう科学チェック。結局自分のことやからさ、人のカメラは回せないの、この人。いつもこの対抗の人と目が合う。そうね、そうね、うん、そうで、今回の女の子2人がね、はい、こっちをいて、手振ってこっちを手振ったら振り返してくるんです。いや、そうだよね。あ、可愛い、めっちゃ可愛い。マジ？え、可愛いよ、多分。可愛いんだ、うん。ちょっとやれるんじゃないのっていう。ねえ、やめて。感じで今僕らは思ってるんですけど。最低。俺は左かなって思ってるけど、右もね、良さそうになるんですよ。いや、これね。俺も左なんだよな。じゃあ俺も行こうかな。いや、ちょっと、すみません、もし、あなたたち行ける前提で話すのやめてもらっていいですか？向こうにも選ぶ権利あるし、しかもどちらかというと、そういう雑魚でしょ。ちょっとさ、うん、これ2匹送り込むの面白いかも。確かに、あ、人間ちょっと行ったらどうする？うんてやん。あ、人間行ってきてよ。全然気づいてます、ないです。まさか来るとは思わんやろ、だって。でもこれ、あっち映しといていい？人間さんの今日階段登って。あ、来た。怖い、あいつ何で行けるの？笑ってるよ、笑ってる、びっくり。あ、マスクしてる、マスクしてる、引いてる。それでね、それでね、ええね、信じていればええね。あ、もう俺、あ、気持ちいい。ダメだよ、お前は。なんで？全然ええねんじゃないよ。ダメやねん。おい、ダメだよ。いいのがええねん、これで。ダメやねん、これでええねん。ダメやねん。ほんと、ほんとに思ってる、お前それ。あ、お前の人生それでええねんって思ってる。そう言われる。そうだな。きついな。え、ちょっと見てください、ついにこのちゃんゆうの激ヤバスカートが、これね、このなぜかこの股のところで裂けてるっていう謎デザインなんですけど、もうついにここもう広げすぎて破れるっていう。大丈夫、このパンツマジ見えないの？その、いや、見えない。え、足横に、いや横にこう開いてみた、大の字、それで見えないよ。見えない。ちょっと下げたらもう、ちょっと怖い、本当に怖い。ちょっと下げたら映る。これなんかそうやったらズボンみたいになるけどさ、やっぱ座ったらやばいね。座った時はもう、座った時にちょっとヤバそうってなると、立った時に別にそうでもない。こんだエロ女がねぇってこと？いっせーのせーでおかえりなさい。いっせーのせー、おかえりなさい。あ、せーの、せーの、ありがとう。せーの、ただいまー。よし、ありがとうって。あ、ごめんごめん、ありがとう。ありがとう。二人だ。それめっちゃ恥ずかしいです、そのコメント。なんだよ。突撃人間フケチェック。おお。あ、でも頭固めてるやん。でも。そうよ。どうなんですか。まあでもまあまあ普通に。最近どうなんですか。わかんない。ちょっとじゃあもう頭振ってもあれなんでしょう。順平にチェックしてもらいますか。まだ。ちょっと順平どうす。ちょっとフケのチェック。あの前回3日前ぐらいに私にフケを飛ばしてきたんですよ。え、ある？え、見して、本当にある。こっち見て、こっち見て、あ、あった。うわー、ウケあるわ。
3個しかないならまだ。いやいやいや、それ今目でパッて見ただけやからさ。3個あったら終わりよ。お前ふけ。3個あったら、人間さんなんと。3個あったらもう300個や。うわうわぁ、ゴキブリ議論や。ちょっとそれどんなに取る。ちゃんゆうさんに今日の意気込みを聞いてみた。いいって、そのラップバトルみたいにしなくて。えエビジャーのやつでしょ。あ、そう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 、やるだけなんで。うん、待ってれば自然と寄ってくる。それだけ。それだけ。はい、町山との違いを見せつけております。では今日の作戦を聞いてみた。ヘビーリスナーやん。その大人のタッチ姿を見せる。猫背とかはダメ。もうこうやって。あ、なるほどね。待ってる姿もね、壁とかで蹴ったりしたら胸を張って。ああ、胸を張るっていうのがあっちの方が部があると思うんですけど。いや、そんなおっぱいただこうすればいいってわけじゃないんですよ、別に。なるほど。そういうことであります。胸を張るっていうのは、ここを強調したいわけじゃなくて、しっかりとした姿勢で色気が出るんですよ。なるほどね。はい、ではこの戦いはブレア対セリーナと言ってでも過言ではないっていうことですか。違う違う、あのね、分からんから。分からん。出してこないで。その分かんないが、ブレアチャンユーがブレアで町山がセリーナですね。ブレアはちょっとおっぱいちっちゃくて、いやセリーナはおっぱいでかい。しかも格闘技でもないやん、それ。格闘技かと思ったら絶対それ格闘技でもないんじゃないですね。ゴシップガールです、ね、だる情報ごちゃごちゃさせすぎやろ。ゴシップガール見てるっていう俺思われるのはずいから、ちょっとここカットしよう。いや、使ってください。いやでしょ、これはね。意味わからんって。銀座です。銀座のここで字幕作業、これ良くないですね。これはもう毎回言いますけど、別にうちはどこでも作業するのかっこいいとかいうのないですから。良くない例としてね、編集に追われてるのとか頑張ってるねとかじゃなくて、ダメだよっていう風に言っていこうっていう風にやってます。これは銀座で作業する元気です。人間さんが出来上がる瞬間ってもう見たい方もいる。わかんないわかんない。おー、これすごい。ちょっと見せてみよう。あ、そういうこと。そう、そういうのちょうだいよ。ドンキの300円のやつで、あの大容量の、でしかも質もいいらしくて、それを実際やったらめっちゃ固まるし、めっちゃいいんや。めっちゃいい。で、あれでいいです。お、できたんじゃないですか。あ、おー、ちょっと目線ください、目線ください。おー、というわけでこういう顔パンパンやな。寝起きだから。寝起きやばい。こういう感じで人間さんのヘアスタイルができています。ぜひ、この髪型を真似したい方はぜひ、あの、参考にしてみてください。大丈夫ですか。なんすかそれ。おーチャンネル、もういいよ。登録してほしいよ。しいよ。Have a nice day。